この人もねピンチサーバー出てきて思い切りの選手ですからね。ようやくサントリーにサーブ権、6点差つきました。パナソニックは20点取っています。ファンとしてはレオらしいサーブが見たい。川村もシャープです。ここで川村ですね、はい、もうあの山村が完全にもうマーク外しますからね、そうですね、そういった状態の時に持ってくるのが宇佐美らしいですね。もうこの辺はねやはりベテランですよね、はい、うん、さあ白澤のところに久保を持ってきました。ナイサーだ、アウトだ、これでパナソニック22点目。表情もいつものメンバーの表情ではありません、サントリー。レギュラーラウンドは前回のリーグ戦圧倒的な強さだったんですが、セミファイナル、ファイナルで結果的には4位に沈んで、今大会には非常に意気込んできているんですが、パナソニック相手に苦労しています。あ、村上、いいですね、はい、いや一矢報いたいですね、村上は、はい、いや、いいですよ。サントリー敗れてしまうと村上にとってはこれが最後の試合ということになります。いやーサーブちょっとね思い切ってほしいです ね、はい、まあ、昨日も NEC 戦相手がセットポイント握ってからこの村上のサーブをきっかけに盛り返しました、はい、あネット越えません。パナソニック23点目。まあ、ここでフェリッペを持ってきました、はい、まあ、スタートで使える状態ではないけども、うん、まあ、フィリッピの場合は故障しながらも、まあ、リーグ戦出てたわけですけども、ね、はいはい、今は無理ができない状態という話でした。あーサーブレシーブいいレシーブを見せました村上。久しぶりになんかあの、はい、一発でサイドアウト取ってる感じですよね。さあ7点差ありますが、このサーブで追い上げられるか。サントリーはピンチサーバーに吉田、パナソニックはフェリッペに変えて川村をコートに戻しています。これでパナソニックマッチポイント、追い込まれましたサントリー。非常に苦しくなりましたサントリーです。パナソニックはもう持ち味十分という今日この準決勝。ああ越川ここはらしさを見せました。押し合いは最後は松田。最終セットもパナソニックが圧倒的な強さを見せました。セットカウント3対0、サントリーリーグ戦の雪辱なりません。準決勝第1試合パナソニックがストレートでサントリーを下しています。パナソニックはこの後決勝でトーレアローズを破って黒足き2連覇を果たした。